コブロフの紋章コブロフ駅コブロフ市内風景コブロフは、ロシア連邦、ブラジーミル州の都市で、モスクワの東 250km、州都、ウラジーミルの東 64km に位置する。クリア島側の右岸に広がる町であり、コブロフスキー地区の行政中心地となっている。人口は155,499万 5, 人で、ブラジーミル州内ではウラジーミルに次2番目に、 人口の多い市である。コブルフは、ロシアの防衛産業の一大中心地で、他にも民間用の機械、夜勤、繊維、建材などの工業が集積する。ソ連の重機設計者、バッシーリー・デグチャレフの名を冠した、デグチャレフ工場は、DP28K 機関銃や、PPSH-41、SG-43 重機関銃をはじめ、 ソ連軍やロシア軍の代償様々な活気を製造してきた。同工場は他にも二輪車など民製品も製造している。コブロフには、モスクワとニジニノブゴロドを結ぶ鉄道が通り、シベリアからの列車の一部もこの路線を通っているほか、モスクワニジニノブゴロド間の特急列車も停車する。近隣の都市には、1 9トル西に、宝石工業の町、カメシコボが、 北には、中野市が、南には、ムーロム市があり、ムーロムへの鉄道は、コブロフで分岐する。ロシア連邦道路 M7 は、コブロフの南方を通っているが一般道路で連絡している。市内には、トロリーバス路線もある。12世紀頃には、クリア島川沿いには、スタロデューブナクリア島の町があり、その近くにあったコブロフは、ロジェストベンスコエという名の小さい村に過ぎなかった。 この名前は、アンドレイ・ボゴリブスキー公が建てた木造の聖堂、旧聖主公単聖堂の名にちなむ。16世紀には、バシーリー・アンドレイ・エヴィチ・スタロドゥブスキー公が、モスクワ大公国によりこの一帯の統治を任された。言い伝えでは、タタール人との戦いで、スタロドゥブスキーは、オリエント製の豪華な絨毯を手に入れ、その一族は後に、これを記念して、ロジェストベンスコへを、 コブロボと改明したとされる。16世紀末頃には、モスクワから東へ伸びる街道と、当時は、水運の大動脈であったクリア島側の両方が、通るコブロフは、市場の立つ町として栄え始めた。スタロドゥーブが、モンゴル帝国のルーシ侵入と、ドーラン時代のロシア・ポーランド戦争を経て破壊され、廃墟と化すと、コブロフが変わってこの地方の中心となった。18世紀には、 市場の繁栄は頂点に達し、1778年には、エカチェリーナ2世の政治改革により町として承認され、ウラジーミル県に編入された。18世紀末以後、コブロフは度重なる大火事に見舞われ、さらに1830年には、モスクワに地にノブゴロド間の新しい街道が完成したもののコブロフを通らず、これが定期史の衰退に拍車をかけて、 町の経済も低迷した。19世紀後半に鉄道が通ると、列車工場ができたのを皮切りに盲石などの工場が、でき始めた。ソビエト連邦時代の1930年代に、重機工場が建設されて以降、コブルフは、兵器製造の町として栄え、第二次世界大戦や冷戦を支えた。1978年7月13日、町の200周年記念の日に、 コブルフ氏には、労働赤旗勲章が授与されている。ありがとうございます。